原康久の人気漫画を山崎賢と主演で実写映画化したシリーズの第4弾、キングダム大将軍の帰還公開中で吉川孝治演じる冒険が注目を浴び、その圧倒的な存在感に、佇まいがかっこよすぎる、オーラが半端ない、と驚き、興奮の声が寄せられている。シリーズ4作連続で興行収入50億円を突破し、 8月6日までの公開26日間で観客動員数374万人、興行収入55.3億円を突破するヒットを記録する本作。前作に続き、新都庁の馬用の戦いで敵将を撃った新山崎と飛信隊が町の総大将法剣らと退治。戦場に復帰した大将軍、王岐大沢高夫と法剣の因縁の対決へれ込んで、 戦様が描かれる。吉川演じる冒険は、前作、キングダム運命の炎のラストで登場。同作の公開から1ヶ月を経て、出演が公式発表されるサプライズとして、注目を浴びた。その身に神を宿す武神と恐れられる存在で、三大天かつて中国全土に名を轟かせた最強武将。 超国を支える三人の大将軍の一人でもある。前作で死んだ非神体の面々を一体何者かと戦慄させた彼が続く大将軍の帰還で怪物ぶりをまざまざと見せつけることとなる。原作では、でっけえ男、あれは人じゃねえべ、などと表現される冒険。我は天の災いと現れた彼が矛を一振りするだけで次々と人が死んでいき。 その圧倒的な強さを前に、足腰の立た,たぬ者、ひたすら逃げる者、立ち尽くす者、が続出し、パニックに陥った。映画でも吉川が封建の凄まじい殺気を体現。武神吉川工二も劇キッ吉川工二の不気味な存在感は圧倒的。佇まいがかっこよすぎる、オーラが半端ない、と観客を圧倒。 とりわけ王妃との対決場面は本作の目玉の一つであり、スクリーンだからこそ体感できる迫力。最強の大男同士がここで激突する様に、SNS では、封建演じる吉川孝二さんのアクションは圧巻、大沢隆夫 VS 吉川孝二の戦い、すごいの一言、目が離せなかった、えぐかった、身体能力の高さよ、と興奮の声で賑わっている。 その声を裏付けるかのように、吉川は、執念に役作りを実施。シリーズを通じて、原作カンコピ、とファンを魅了し続ける大き役の大沢隆夫との共演を前に、こちらも見た目で負けるわけにいかない、と、前の役で71キロまで落としていたのを86キロまで増量したことを、劇場パンフレットで明かしており、それでも、 腕なんかはもう一回りくらい太くしたかったんですけどね。とどこまでもストイックな姿勢を見せている。プロデューサーは、吉川の起用の背景を、ミュージシャンであり、アーティストである吉川さんっていういわゆる異文子孤高の存在を本作に招き入れることが今回私がやらなきゃいけないことだなと思っていて、と語り。 キッカワが1ヶ月もの真山に小森役作りを行ったことをシネマトゥデイのインタビューで語っていた。キングダム大将軍の帰還見どころは実写映画シリーズ第4作目となる本作は、前作、キングダム運命の炎で勃発した馬洋の戦いの続きを描いた作品となっている。王きと弾の因縁が紐解かれていく今作、 バイオの戦いの行く末は一体どうなるのか、最後まで目が離せない。前作では、100人の兵を束ねる100人将となった主人公、真のさらなる飛躍にも期待が高まる。監督は、キングダムからシリーズ作品すべてを手掛ける佐藤信介。キャスト陣は、ゴールデンカムイや、恩苗字ゼロなど、立て続けに話題作に出演している山崎健人が、 引き続き主人公、新を務める。また、大木役には大沢孝雄、衛星役に吉沢亮、歌良天役に橋本環奈など、一作目からおなじみのキャラクターたちを演じる俳優陣が再結成。前作から加わった小栗旬吉川浩二そして今作から新たに加わる荒木優子の活躍にも注目したい。馬用の戦いの行く末は、 そして明かされる大きな過去の因縁とは、映画、キングダム大将軍の帰還は、2024年7月12日金より劇場公開中。